え、あれはケプトグッズ第3弾のスウェットじゃないか。ネイビーのボディに黄色のプリントがすごく映えている。ボディはユナイテッドアスレの10オンスを使ってるってことは、生地もかなりしっかりしてるんだな。色は紺と赤の2色から好きな方を選べるんだね。え、同じデザインで T シャツもあるのか。スウェットは秋冬に重宝するけど、春夏のことを考えたら T シャツがあるのも嬉しいよな。お、次はワンポイント T シャツか。 T シャツ全面にデザインが施されているとグッズ感が少し強すぎて普段使いしづらいよっていう声も聞くし、確かにワンポイントであれば普段使いしやすくていいな。色は黒とベージュで、あ、ベージュの方は彼の管理がずさんなのかな、少しシワが目立つね。ん？あれはミルダムの T シャツ？ミルダムの T シャツは僕の方から販売する予定はないはずだけど、ん？え？マスクか。マスクは今の時代必需品だよね。使い捨てのマスクを使っている人はどうしてもコストがかさんでしまうけれども、こういった布マスクであれば洗濯して再利用することができるのでお得だね。わ、ラッシュゲーミングのゲーミングチェア、すごくかっこいいな。ロゴ入りか。ん？彼が持っているのはポーチ？上にジップがついていて中はこんな感じか。ペンケースとしても使えるな。え、これはもしかして街だ。街もあると便利なんだよな。うわ、街もあるのか。これ便利だわ。ペンケースとしてもポーチとしても使える。これはいいな。